18650のバッテリーより軽いんですよ。はい、電波地ベイプスの電波地と申します。今日はストームベイプスの ECO モッド、エコモッドなんですかね、を紹介しようと思います。この下のモッドの方ですね。18650のセミメカのモッドなんですけど、これこの前、まあ、あんまりね、新しいプロダクトでもないんですけど、実物見て、これはちょっと尖ったモッドがあるなって思って、ちょっと購入しました。まあ、さっき言った通り、ただのセミメカなんですけど、一番の特徴はね、むちゃくちゃ軽いんですよ。一応バッテリーがこういう風に、ここがマグネットで止まって、つく形なんですけど、この状態だと、18650のバッテリーより軽いんですよ。これ 42g なんですね。で、18650のバッテリーって、まあ容量にもよるんですけど、まあ多くのものが 45g から 49g なんですよ。なんで、モッドの方が軽いんですよ。で、バッテリー入れても 100g 切ってるんですね。この状態 100g 切ってます。18350のチューブとかと比べても全然軽いんですよ。うん。多分このシンプル EX より多分軽いっすね。もちろんバッテリーが入ってる状態で、まあ、内蔵バッテリーの、まあ、超ちっちゃいスコンカーより軽いっていう感じですね。なんで、まあ、ポケットに入れてて、あんまり違和感を感じにくいというか、まあ、そういうところですよね。私ちょっとピコ持ってないんで、ピコが何グラムだかわかんないんですけど、ね、これはね、すげえ軽いんですよ。で、一応、まあデザインも、まあ私あんまりゴテゴテしたの好きじゃないんですけど、まあこのぐらいだったら許容できるかなっていうぐらいですね。単色のやつもラインナップにはあったので、そういうものもありますね。で、まあ機能としては、まあ一般的なセミメカと同じで、まあ5回クリックで、で、オンオフ。で、下放電防止と、バッテリー逆差し防止。防止というか、通電しない。あとは、まあ、ショートプロテクト。まあ、そのぐらいだと思うんですけど。で、一応、なぜか USB ポートもついてますね。この USB ポートは私は、一回も使ったことないんですけど。で、立ち上がりもね、そんな悪くないんですよ。実用十分に耐えられるというか。で、握り心地もね、そんなね、悪くないんですよ。ちょっとこれ映像だと見づらいかもしれないですけど、ここがカーブ形状になってるんですね。ここがくぼんでて、ここにくぼんだ形状があって、で、こっちには逆のくぼんだ形状があるんですね。なんで、握るときに、前側はここら辺の指。で、後ろ側はここの R。で、ちょうど沿う形で、結構握りやすいんですよね。私ちょっと手が大きいんで、持て余しがちなんですけど、多分ね、手があんまり大きくない人とか、あとは、あれですかね、女性とかだと、ぴったり握れるサイズなのかなって思います。しかもこれかなり安いんですよ。私がショップで買った時は3000円ぐらいでしたし、まああんまり新しいプロダクトでもないので、ネット通販だと在庫処分で1800円とかで売ってるところもあります。なんか、なんだっけ、伊賀屋でしたっけ、伊賀屋商店で、通販で1800円ぐらいで売ってた覚えがあります。まあ、ここまで言うと、かなりお買い得なプロダクトだとは思うんですけど、逆にあれなんですよね、かなり軽いんですよ。かなり軽くて、18650のモッドっていうことで何が起きるかっていうと、頭でっかちに、重さ的な頭でっかちっていうんですかね、持ってて、こうなった時に、アトマイザー側のモーメントがかなり感じちゃうんですよね。その重量バランスっていうんですかね。重心がね、この辺りなんですよ。ちょっとね、あんまり落としたくないんで、
完全なバランスを探すとはちょっとあれなんですけど、あの握るところのここの中心に重心はあってほしいはずなんですよ。ただこれに関しては重心がまあ今 RTA つけてるとだいたいこのぐらいになる、もっとちっちゃいやつつければまあこの辺りになるんでしょうけど、まあ、そのぐらいのね ここら辺に重心が出てくるっていう風な、そういう風な軽さだと思うんですよ。なんでちょっと頭でっかち持って、まあ見た目以上にちょっと頭でっかちっていう感じちゃうかもしれないですね。一応これ25ミリまで乗るんですけど、25ミリのアトマイザーって結構でかいじゃないですか。あのかなりあのモーメントを感じるようなそういう元になる感じですね。でまああとはこの柄ですね。最初私あれこれつける方向間違ってんのかなと思って、これ上下逆にもつくんですよ。で上下逆にもつく中で、このバッテリーケースとこのモッド本体側の柄が合ってないんですよ。柄がつなぎになってないんで、なるほどどっちだっけみたいな そういう感じには、なります。最初ちょっとなんかよく見るとあれやなって思ったんですけど、まあだいぶ軽いし、あの大きさもコンパクトで、変な話この細さだと、私ぐらいの大きさだと、手の大きさだと多分ね、こうやって持った方がね安定感があるんですよ。なんかメカチュープっぽい持ち方でここでボタンを押すみたいな、そういうね、あのまあこれ以外の持ち方、私これだと指が余るんでちょっと押しづらいんですよ。なんでまあこう持ったりこう持ったりこう持ったり、まあいろいろやってるんですけど、手が大きい人にとってはちょっとしたメカチューブライクな持ち方になるのかなって思います。逆に手のあまり大きくない方に関してはあのジャストサイズなのかなって思います。セミメカのモッドって機能ってほとんど同じじゃないですか。となるともうサイズとデザインと値段以外にほとんど検討する余地がないというか、まああとは入るバッテリーですか、そのぐらいしかないんで、あの逆に適当なセミメカが欲しいっていうんであれば、これすごくおすすめです。めちゃくちゃ安いのと、あとはまあまあ安いんだけど別に通電させる分には遜色ないスペックを持ってるっていうのと、あとはこれね、手触りがねちょっとねマット素材っぽくなってて、あの家で使うとかそういうユーズシーンであればなんかね結構いい感じがするんですよね。総評としてはめちゃくちゃ軽くてで安くてでまあ最低限の機能は持ってるよねっていう、まあこのデザインが気に入ればあのかなりお買い得なクリティカルな商品だと思います。ただちょっと軽いがゆえにここのあの持ってる時のモーメントを感じやすいで、まあプロダクトの値段のあれなんですけど、まあここが上下逆組できて、かつどっちに組んでもあのデザインがつなぎ継ぎ目になっちゃうっていうところですね。まああとはあの25ミリまで乗るんですけど、あの25ミリ乗っけると多分あの物理的な視覚的な頭でっかちになると思います。はい、以上になります。ありがとうございました。